ネクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスターびっくりマンのメンバー5人が B-BOY のリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それでは It's Showtime。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタンどうやったっけ。ごちそうさまでした。なんか聞いてきたな、これ。あれエクストラライフ、びっくりマンのエクストラララジオ。いや、僕はね、今度ね、アルバムをね、322枚目のアルバムを出すことになりました、藤岡弘の弟の友達の親戚の兄の方によく似てるって間違われる弟のサトシです。またサトシだよ。NG だもん。 NG でしょ。くどいな。しかもサトシじゃ、ちょっと今のなんで面白くなかったか、ちょっとポン酢から一言。全然想像できなかったな。だってよ、情景よ。そのいや、やっぱね、うん、途中から離れたんです。うめ。おい要するにもうちょっとね、やっぱコンパクトに、いいタイミングです最高のサトシまで持っていければ、なるほど、もうちょっと良かったですけど。なるほどね、サトシ気にしないぞ俺。あ、サトシって言ったらさ、舌引っこ抜く、心の中のサトシをまず殺してくれ。7人いるからな。7人がストックがね、7人もそりゃ出ちゃう。よく出るのがサトシなんだよ。ミチルとヒロシと、うん、いるんだけど、全員殺しといて来週までに潜水士のうちらになんか被害来るからね、申し訳ないから、潜水士のバリの多重人格。ふしかも言えねえ。ふふファミングしか出ねえ。1週間ぶりの収録、2週間ぶりか。ねえ、上がってるわ。いやほんとね、俺の唯一の悩みかもしんないね。完璧じゃねえか。スカシのオープニングに対応できないっていう、それが唯一の、申し訳ない。ああ、なるほど。でもまあ悩みがある方がね、俺お祈りしてるもん。じゃあさ、今日はガチでいつも、ああはいはいみたいな感じで聞いちゃうけど、ちょっと俺音気味で、音気味でいってみようか。ああなるほど、音気味で。なんだっけ、前音気味のツッコミあったよ。どこがやねんみたいな、なんだっけ、忘れちゃって。ツッコむのが結構無理なんじゃないかなと思って、ね、結構ね、気合い入れるからね、ツッコむのってやっぱ拾うしさ、やっぱ感度こう高めて、そっか、盛り上がるだな。俺も乗る方がいいと思う。乗る方がね、ヒロシ、サトシって言われたらさ、もうなんかそこでなんか今乗ろうかなと思ったけど、全くサトシは乗れないから、マジサトシはやめて。サトシ以外に恐怖症になって。サトシを出し切って、出し切るで、今日でサトシとして自己紹介をみんな出し切って、サトシとして、あ、それならいいよ。じゃあ今日サトシ供養して、卒業して、どんなサトシをみんな持ってるのか。サトシか。なるほどね。自己紹介でね。アルバート・ヒロシです。サトシじゃねえ、じゃねえかよ。腕が6本あります、サトシです。僕ね。そいつすごいな。どうもマシンガンサトシです。いや違うんだよ。いや大丈夫だよ。いやサトシが違うから。はい、サトシが悪い。もう最初にマシンガン思いついたんだけど、被ってる。何が？神田のカタカナの感じと被ってるなと思ったんで。なるほど。
まあいいよ、まあ、ごめんなさい、最後決めてくれよ、うん、ラストサトシを、ラストサトシ葬る、もう二度と後悔のないサトシをここに召喚してくれよ。そうですね、4番サードサトシ。もっと早く言えよ。なんかよ、違かったんだよ今の。でも5番サード4番4番サードサトシも今さ、まあまあ、来るの分かったんだけど、いるだろうしね、本当に、まあね、多分いろいろ考えちゃったのね、うん、今のでね15人になったからサトシ増えたから、ポンズの生き量じゃねえ、急にね、11体サッカーできんじゃん、今年の監督で赤ちゃんの名前のランキングで1位にサトシ来て、はあ何言ってんのとか、ね、え、あったらねーってやった一人で盛り上がってカントリーマームさあ、というわけでここでお便りを紹介したいと思います。ラジオっぽいね、はい、うん、これはどうしようかな、2通一応1通紹介してもいいですか、自分で決めろサトシだろ、うん、じゃあちょっと2通来てるんでせっかくなんで、うん、ちょっと1通ずついきますね、いいよいいよ、ラジオネームタッキナルディ、うわ最近もう大好きじゃん、最近お手紙多いですねタッキナルディさん、いきます、はい、ビックリマンの皆さん、まあお晩です、お晩です、お晩です、今朝の最低気温はちょっと待って、あ、やり直しますね、うん、ビックリマンの皆様お晩です、今朝の最低気温は24度、朝梅雨な合間に聞こえる虫の音が秋の気配を運んでくる盛岡です、以上上原康樹でした、うん、時刻は間もなく7時です、完璧じゃん、前も置きはここまでにして、うん、先日はメールに対してアドバイスありがとうございます、うん、息子の仕送りはクール JR 東日本便で生物割れ物逆さま現金油増し増しの真空パック抜きで夏っぽいシャツを着た父を仕送りしたいと思いますとのこと、じゃあ見るから行くよってことで試していただいて、うん、東あのリアクションもね、あのすごい教えてほしいですね、いや先週の話はあれですよね、あのその東京にいらっしゃる息子さんに何を仕送りしたら喜んでくれるかっていう相談のお便りをもらって、それのアンサーだったわけですよ ね、 そうですね、今のね、クールで行くんだねクール卓球肌でさえ肌寒くなってきた、寒いぞ寒いぞ、今頃ね届いてると思うんだけど、ありがたいですね、生きてればいい、本当にやったんでしょうねって感じですけど、ね、うん、はい、まあ、東京の様子もね伝えてもらえれば、はい、ありがとうございます、卓球で続いていきたいと思います、い、いやー来たなー、ラジオネームアメイジングカイコマン AKA ラブポリス、重鎮ですね、この二人からのメール率どっちもさスタイルあって面白いよね、そうです、ね、なんかすごく好きです、またまたこれが職人っていいね、いいです ね、 ね、なんか友達できた、友達そうだね、直接やりとりじゃないけど、ね、ノリはなんかね、そうです、ね、分かる、じゃあ行きたいと思いますよ、はいヤッホーラブポリスだぞ、8月26日の放送を聞いてみんながラブポリスに会いたがってて、会いたくて会いたくて震えているのが分かってとっても嬉しかったぞラブポリスもみんなに会いたいけど最近はイベントもないし、宮城県に緊急事態宣言が出たし、これから先みんなにずっと会えないのかな、一生すれ違ったままなのかななんて思ってずっと泣いているよ8月26日の放送を聞いた直後にスカシタンにツイッターの DM でスペースでお話し しようよと誘ったんだけど、スカシタンがひよって断ったからスカシタンに嫌われているのかななんて思って毎日泣いているよ、ラブポリスに会いたいって言ったの嘘だったの、任意同行に応じなかった罪で逮捕します話は変わるけど、ビックリマンのみんなは最近コンスタントにシングルを出しているよね、もしかしてアルバムの予定があるのかな、もしアルバムが出たらエクストラに嬉しいな、アルバムじゃなくても EP くらいのサイズでもいいからまとまった作品集が出たら聞きたいな、ラブポリス今日もみんなにお悩み相談があるんだ、うん、最近ババとパンピーとおむすびと吉田沙羅のコラボ曲の MV が発表されたでしょ、はいはい、見ました、
ラブポリスおむすびが大好きだから速攻でチェックしたんだけど、あの MV たくさんの風車が出てくるんだよね。ラブポリス実は風車恐怖症で、本物の風車を目の前にするとガチで身動きが取れなくなるくらいに怖いんだ。そうなんだ。あの MV も携帯の小さい画面で遠くから見るくらいしかできなくてちょっと困ってるんだ。風車恐怖症を治すためにはどうすればいいかな、何かいいアイディアないかな。PS 最近高校の友達に着信拒否されていることが判明しました。なんでやねん。PS ということなんですが、すごいボリュームだ。要するに金か。そう金くれってことか。風車恐怖症について。風車初めて聞いた ねけどね、分からなくもないのさ。私はさ、車とかでブーンって撮ってると風車がこう回ってるなぐらいしか思わなくて、近くで見てみ。マジ近くで見てみ。そう、メルヘン分かるでしょ。海の奥さんも、はいはい、秋田とかにあるよね。秋田の方とか、はいはいはい、あの白い白い子、すごいでっかいやつ、はいはいはい、はい、よくある ね発電してですね。遠野の遠野に ある、ね、あ、うん、あそこもやばい。ちょやばい人じゃねえか。あそこもやばい。すごい、確かに。なんか言ってたよね。そうね、よく考えると怖いかもね。だってずっと回ってんでしょ。ずっと回ってんの。あのでかいのが。あれいつかさ、ねじ切れたりしない。それガーンぐる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 。ちゃんとやってる。中のベアリングの寿命検査とかして、やっぱ定期的にそうならないようにやってるの。やってんの。間接的にそういうのを考えてるね。あの工事すごいね。詳しいの。詳しい。信用できない。何あるか分かんないじゃん。あ、そうですね。あれね。だからやっぱすごい大手の三菱なんちゃらとか、そういう。大手の母体みたいなね。しっかりした会社じゃないと。もう多分ね。これもう怖くなってきたね。戦闘機みたいな。みたいなもんだよ。だからなんかあれでしょ、敵海外、宇宙地球外生命体みたいなやつが攻めてきたら、あれブイーンって出て、あの戦ってくれんでしょ。お前変な人間だ。さあ、というわけで。おいおい、やめろやめろ。じゃあのまあなんかあのコンタクトを取ることがちょっとまあ緊張しちゃって、あの全力で受け流したんですよ。ツイッターのスペースの、はい、機能だよね。僕一人でどうしたらいいか分からない、ね、まあでも風車恐怖症を直したらいいんじゃない、うんうん、じゃ大丈夫だ大丈夫、うん、じゃあお前よ三菱だから大丈夫って言って由利本荘でさ、うん、行って、うん、風車と共にサンセットを見る。あ、友達だと思えた。そう、あ、なるほどなるほどしか言えなかった。トップはね、解決できない。まあ、ね、ちょっと俺も怖くなってきたもん、風車。それ話聞いたら。じゃあなんで怖いのかな。なんでだ。手さ、うん、出したらさ、トーンってなんだよ。届かねえよ。すげえだけ。だけだ。まあね、今日倒れてきたとか。すごい勢いだよね。そう。でかいから。先端。なんだっけ、何キロなんだっけ。今日見てても分かったけど、先端をこう目で追っただけでも、あそこの先端に縛られてたらやべえなって思う。怖え怖え。なるほどね。もう怖いよ、鉄塔でした。怖いのに。でもさ、儲かるよね。もうアトラクションにしても遊園地っつってさ、すごいドドンパみたいな。風しないか、風しない。やべやべやべ、吹いてきた、やべ。ちぎれる。絶対そうなる。じゃあ、ちぎれるって言いながらもちょっとハイになって。ハイになって。ちぎれる。じゃあビンビンになってそうそれしかねえ。もうそれしかねえかもしれない。いいね、誰かがあそこに縛られてると思ってみる。ああ、そうすればね。ちょっと伝えてみる。それがちょっと仲良くないやつとかだったらね、うわーっつってあいつ回ってんなみたいな。まあ実際縛られるのが一番片付かしいよね。じゃあちょっと電話して。そうだね、伝えてみる。そうだね。電話出るかな。直接ないね、うん、いきなりマジ電話してっから。そうね、ちょっと電話してみますね。だって前の前回のお便りであの番号まで記載してかけてきて、うん、そうだね、住所まで。まあね、今この収録してる時間何時ですか。夜の10時です。10時ですか、はい、まあね、10時だったらね。でも仕事失ったってちょっと前には言ってたよね。下痢になって
ヤギになって弱っ腹弱しじゃん弱いなサトシサトシじゃあちょっとかけてみますかかけてみますね、うん、初だねテレフォンテレフォンは初かもねちょっとね、聞こえてる。はい。もしもし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 。お金借りてますよね。はい、ん、何ですか。お金。お金借りてますよね。お金。え。エクストラな金借りてんじゃないんですか。え。そんな。いやじゃあかなんて。お金。借りてん。お金じゃなくて物借りてるでしょ。物？うん。はは言ってるけど。ちゃんと擦りつけてる。はい。ちゃんと擦りつけてる。ファミカセに。ファミカセ。ファミカセにちゃんと擦りつけてる。何ですか。なんて言ってんすか。パトワゴだよ。え？ね。チャットマゴ？はい。すいません。あのビックリマンです。はい。こんばんは。あ、逆に本物ですか？え、偽物ですけど間違ってたカイコマンのこれじゃ知らねえ知らねえな、うん、これそうだねカイコマンの美声をうんマジ癒されてるわ美声に、うん、そうだねありがとうございます、うん、渋めになったか、ま、毎日いつかいつ来るかって待っててくれたんすかそうですよ待ってましたよしっかり喋るもんなでも前そのラジオで話してた時、はい、1時過ぎに電話するって言ってたじゃないですか。ああ、だいたいねその時間になることもあるんで、はいはい。うん、早いなと思って。何の何の気の張り合いかな。がっかりされて。ちょっと今話してて、はい、あの風車恐怖症を流すあ直す、はい、あの方法見つかったんでちょっとスカシさんの方からちょっと面白く伝えるんで本当ですかぜひそれ伝えたくて電話しました、はい、あらありがとうございますそうですねまずその風車のあるとこにまあ行って、はい、行くんですか、はい、行ってで、風車に縛り付けられるっていうことですねまず自分からそれは風車の根元の部分でいいんですか？いや回転部に一番回転部ですか？はい、先端止まってる時に、はい、プロペラの先端だってカイコマンはなんで風車怖い？はい、教えてみて私にいきなりお姉になるんだ聞くわあのガチな感じで言っていいですか？ガチでいいあの、はい、P 入れるからああ、うん、そうですかあのめっちゃどっぺりしてるじゃないですかどっぺりあの見た目がのっぺりしてるのっぺりだとか巨神兵みたいな感じがあるよねどういうことなのあれが、うん、なんか、うん、人間が作ったものと思えなくて想像力ネクストレベルの悩みだな全然違う方向からそっちの方で勘ぐって怖いなんか普通にこう車とか走らせてて、はいはいはい、あのずっと出てくるとアルトワークスをね、はいはいうん、アルトワークスを走らせて海岸線を、はい、それでこう急に出てくると、うん、なんか別の星からなんか来たみたいな感じの感覚がするんですよじゃあ分かった分かったそのね直す方法は精神科行った方がいいよ、うん近いね。それはまあ治るでしょう。いやーでもすごいね。病院行ってさ、風車怖いんすって言われてもさ、は？病院も困りますよね。はい、ビタミン剤って。なるほどね。でもまあ大丈夫だよ。うん、生きていけるよ。うん。うん、まあ正直怖いものの中では風車は別に。そこまで大したことじゃないですからね逆に慰められてるんだけどなんだよ逆にさ何が一番怖いのかを知りたいね何が怖い徐々にでも高所恐怖症とかって結構きつそうじゃないですか高所恐怖症きついっすね高所恐怖症とかあと先端恐怖症とか、はいはい、あ怖い人いるね風車って、うん、そんな別に風車怖かった怖くって風車を避けなければならないとしても、はいはい、
まあ生きていけなくもない負け突然あるのが風車だから ね、 ま、 ねまあそうなんですよ、だから結構車走らせてと割とビクビクしてるんですけど風車があるかもしれないと、あるかもしれない、ここ曲がったらそんなすごいたまたまね停車したらさ、なんか横にあってこう上見上げてたら風車やっけそれそういう人いたら映画撮れるね、すごいね、ただ風車あるってだけは映画撮れる、すごいそれは。風車の横でね写真撮ってる人もいるけどその人もいや本当気が知れない知れないよね、逆にねそこまで行ったらね、うん、なんそんな風車にいたずらされたわけでもないし、うん、悪いことされたわけでもないのになんでそんなね風車を悪いやつだって決めつけるのかな、うん、いやまあ言葉が通じないですからね、まあ、確かに、うん、いいやつか悪いやつか分かんないですから、まあまあね判断できない、うん、宮沢賢治級の想像力電信柱みたいなね、うん、いや本当にね、うん、とどうじゃん、今収録してるんですか、いやこれただの板伝だよ、絶対ラジオには流さないな、板伝ですかいやこれだけは伝えたいんだけど本当、はい、いつもありがとうねなんかそういうこと伝えると人の本当のうふふふっていう声困るかなとまんざらでもねみたいな、いや本当助かってて、ってあのモチベーションになってます、うん、本当に、はい、あマジですか、マジでマジでありがとう、面白い文章だし、でもあれですよ、あのスカシさんに、うん、ツイッターのスペースっていう機能でお話ししましょうっていう風に誘ったら、なんかそのタイミングは今じゃないとかよくわかんないこと、なんで上からなんすかねいつなんだ、うん、ちょっと俺それやり取り俺知らなかったんで、ちょっとやっぱいやけど昔からそういうやつでしたよ、ノリ悪いからそうですね、ちょっとわかんないんでね、ね、ほらわかんないから怖いんで、うん、怖くてわかんない世界だったんで、俺は怖くないですよ、スカシさんのことは、え俺は怖くないですよ、あ何よりです、ね、いや大丈夫ですよ、やりましょうやりましょうよ何の話してるか分からなくなってきたよ、ね、うん、そうね、いや本当にあのみんなが喋れるやつがあるんですよ、ツイッターの、はい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 、俺あんまクラブハウスとかもやったことなくてさ、白米炊けたかなと思ってごめん。そうね。じゃあちょっとそろそろ切っていいかな。わかりました。切っていいかな。いいと。流行る流行るこれ。ありがとうね。ありがとう。また電話します。金なんか一円も払わないけどね。じゃあまたなんか送りますんでね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、これストップ落ちちゃったやべやべ、ラジオより流すのバレちゃう、いやーありがたいねありがたいね、いやなんか結構いいやつじゃんねえ、ほっこりした身近に感じた、うん、なんか、いや掘った分だけ面白いのが入ってくるねいや躊躇してしまったよ、いやこれさ電話だからさタイムラグとかもあるけどさ、これ生であって生のリズムで、うん、すごい、ね、この肉弾ポン酢とアメージングカイコもあの一騎打ち、いやー見て対談対談ぬる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 みたいな、いやサクサクかもしれない子供の頃の思い出についてちょっと語り合ってほしい、結構いてるわ、いやー面白かったな、よかった、またかけたいです、やっとね、うん、一回あのポッドキャストやってるのを聞いたんだけど、はいはいはい、この声だったね、そうだ、最初の、ねね、文の内容からすげえなんかもっと違うイメージだけど、うん、めっちゃ優しいやつ、はいはい、そういいやつなんだよ、ね、うん、なんで、うん、なんかの、はい、ノートとかでもなんか小説みたいな書いてるんだ、ノンフィクションの、なんかすごい面白い、天才じゃん、うん、なんか文面白いよね、なんかプロフィールとかなんかさ、うん、なんか全然新しくしてないからちょっと、うん、ね、確かにね、うん、こんぐらいね、なんかちょっと突っ切った感じよね、うん、
やり方でいきたいと思うんで、ちょっと今あのはい、はい、よろしく。とりあえず YouTube 見てください。はい、チャンネル登録、はい、チャンネル登録でした。エクストララジオ。強く抱きしめたら私割れちゃうのだけど、今夜はもっと強く抱いて抱いてルマンド、強く抱きしめたら。いやーこんにちは。ペイ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 っていうのは中国語でじゃない意味らしいぜ。よ、焼肉焼いても家焼くなといえばもうランボン、シャムシェイドの名曲白いブランコ、子供が生まれた加藤ブランドン、俺はポケットにルマンド忍ばせて戦場へ飛び込むノースタント、yeah! 夢はセリフじゃない、ガソリンスタンドで給油する日常、まるで天女の羽衣、妖艶で甘い香り、それはドルチェ&カッパーナの香水かピーチジョンの新作のように世界中へ広がる、おばちゃんの髪の色見ればわかる、流行色は紫、キーワード RUMANDO、 国家機密も暴く暗号、ブルークボンド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 、飲んで飲んで見て見て Please、 はっ、グリーンとブルーの地球と交信中、ここはパープルプラネットルマンド、この世界には朝が来ない、操れるのは一人五体、アバターっていうか俺のスタンド、時を止めるディオブランド、全身に散りばめた紫のスパンコール、俺のフェイバリットブランドはブルボン、ホスト担当ビックリマン、フルメンバーでもてなす、フルバース食らわず迷わず口に含むルマンド、2階から落ちたルマンド見たらすかさずリバウンド、俺も君もあなたもすでにトリコ、手当たり次第口にホリコン、今日はパーティーだから全員好きなだけルマンド吸っていい、ブルークボンド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 、飲んで飲んで見て見てプリーズ、はっ、中学校の時に遊んでた友達の T シャツに書いてあった文字、うまそう、そんな記憶が浮かんでくる、夢見る、今日は飲んできてないレッドブル、リラックスベージュのスラックス脱いで足靴のジャージを履きな、それからキンキンに冷やしたルマンド、冷蔵庫から取り出しかけなトシちゃんのジャンゴジャンゴ、なんとなくなんとかなる、ちゃんと準備なんかしなくても、なんとなくなんとかなる、なんとなくなんとなくなる、男は働き家を建てる、大黒柱を山から選ぶ、女は家の内を守る、お菓子コーナーでルマンドを選ぶ、ブルークボンド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 、飲んで飲んで見て見てプリーズ、はっ、まずさ何かにさ迷った時は